ちは。こんにちは。じゃあ今日も一問一答やっていきたいと思います。はい。埼玉で野菜農家をしながら NFT 始め方学校の運営をしているオレッチです。ではスタッフさんから今日も質問。はい。ということで、じゃあちょっと私から1人ずつね。はい。はい、お願いします。と思います。今日の質問はなんですけど、農業の、うん、まあ制度とか、まあ、法律ってあると思うんですけど、はい、なんかそれでその中でオレシさん的になんかこれがなんかこう変わったらもっと良くなるのになとか思うものとかあったらちょっと教えていただきたいなと思います。また難しい質問ですかね。俺もそのね、うん、農業政策とかそんなに、うん、比べたけど、まあちょっと個人的に思ってるとこは、はい、まあいくつかあるけどね。おうん、一つはやっぱ畑の問題かな。畑の問題、うん、土地の所有権の問題かな。はい、うん、まあうちも何だろう、もう農業やれないからって畑の管理を頼まれてやってたりするけど、うん、あ、そうね、もう俺はね、そう、農業しなくなったら、あ、うん、農地は一回国に返納しちゃうぐらいがいいかなと思ってたりしますね。なるほどね。うん、だからまあ、まあ俺自身もそうなんだけど、はい、まあうちね、土地って所有権がもうついてるから、うん、でそれもでも戦後の話だわけですね。うん、うん、で農地開放があって、はい、でまあ大地主から小作人に農地が、うん、で格安譲渡されてみたいなところがあるんだけど、はい、結局その農地が分散っていうか農地の所有権が分散してるから、うんうん、こう有効利用がしにくいっていうのとね、あとやっぱこう、まあ、地主さんももう高齢化してるから、はい、その後継ぐっていうか、うん、その次の世代の人、うん、地主さんのせがれさんとか、うん、娘さんとかが、はい、やっぱりこの農地の取り扱いに対してやっぱり認識がなかったり、直接借りてる借り主にと、まあ、交流なかったりね、うん、だそういうのがあるからね、まあ、ちょっとこれから先その、まあ、相続絡めて大変になるかなってのあるね、うん、まあ、例えば今頼まれて管理してるけど、ね、その地主さんが世代が変わった時に、うん、ね、返してくれとか、はい、買ってくれとか、うん、まあなんかいろいろそういったところでね、揉めちゃうと、うん、まあそこの土地を管理してるんだけど、もう管理する上でやっぱり経営計画立てるからそれがずれちゃったりとかね。あ、うん、まあ俺はだからもう農業しなくなったら、はい、俺はもう土地は自分の土地っていうよりは、はい、まあね、日本国から預かってるもんだと思ってるんで、うん、はい、うん、で預かってる土地でしっかり日本のために価値が生み出せないようであれば、うん、一回日本に返して、はい、うん、まあ、その上でその土地を有効的に使えるように、うん、うん、まあ、そういった農地の管理制度を変えてもらってもいいのかなと思う。あーっていうのが一つ。うん、なるほど。であとは、はい、価格安定制度かな。価格安定制度って野菜の、そうそうそう、まあ市場に勤めてた加藤さんはご存知かもしれないですけど、まあ大産地、はい、まあ、食料の安定供給のために、はい、大規模産地では、うん、まあそうだね、大豊作とかで供給量が増えた時に、あ、その市場相場が下がるんだけど、はい、その分下がりすぎちゃった分を多少補填してくれるっていうのがあるんだけど、あ、でその補填する条件っていうのが市場に出荷することなんでね。あ、で要は大豊作で供給過多で、はい、で市場相場が下がってる時に、う
なおかつその価格安定っていうのがあるから、それでも出荷がどんどん進んじゃう。あ、うん、どんどん供給がなかなかコントロールできない、うんうん、っていうのがちょっとなーって思うんだよね。あ、うん、だその価格安定制度を使えるっていうのも、はい、まあ、大規模産地、認定された産地の認定された品目だけなんで、うん、うん、だから弱小産地とか、はい、ね、うん、その品目によっては価格安定を受けれない生産者がいっぱいいるわけで、うん、そうだと負けず食っちゃうじゃんっていう。うん、だから一方でだからその数年前から収入保険っていう保険制度が始まって、うん、いろいろあるんですよ。そうそうそう、うん、でまあ価格安定から切り替える流れになってるのかなと思うけど、はい、でもやっぱり価格安定事業っていうのはねまだやめれないんでね、うん、うん、でただでさえこう生産性上がって、うんうん、で国内需要がしぼんで、うん、供給過多の中、うん、まあ、今も白菜とかキャベツがねもう激安になってるけど、うんうん、だそういった部分で、はいはい、そう価格安定制度がかえって相場を難しくしてるのかなってところはあるね。だからどっちかというとだからその、まあ、需要を見込んで、ね、なんだろう、農家の使命って、ね、日本国民に安く安定して供給することなんだよね、野菜をね、うん、そうじゃないと貧しい人は野菜買えなくなっちゃうし、隅々まで野菜が届かなくなっちゃうから、うんうん、だからその天候不良とかね、天候災害、台風とか大雪とかさ、うん、そんな時でも、はい、あの最低ラインの生産量を確保できるように余剰に作付けしたりとかっていうのもやっぱあるわけよ、うん、ただそれがねその供給過剰になった時はもう産地の方で、供給をストップできるように、うん、うん、そうね、供給コントロールができるような仕組みにしないとダメなのかなっていうのは、そっか、まあそれがだから、まあ、俺が思ってることなんで当たりか外れかわかんないけど、あ、まあ、ちょっと質問を受けた時にパッと浮かんだのはその土地の問題と価格安定の問題かなと思います。はい、はい、皆さんのはどうお考えでしょうか。確かにいろいろアドバイスあったら、確かにいろいろ意見欲しいですね。あと考えてると考え出しちゃうから。はい、今回今日の質問についてはこれで終わりにしたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、よし、じゃあ一回切ります。はい、はい、さよなら。